福祉施設とは、失業の予防、就職の促進、その他、被保険者及び、被保険者であったものの福祉の増進を図るため、必要な施設である。失業保険法、第27条の2において規定されていた。福祉施設を利用できるものは、失業保険の被保険者及び、被保険者であったものであるが、これらのものの利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない場合に限って、 これらのもの以外も利用できる。失業保険法の一部を改正する法律による、失業保険法第27条の2の規定では、福祉施設に関して、福祉の増進を図るため必要な施設という、記述のみであり、具体的な施設の種類が明示されていない。一方、失業保険法施行規則第37条の2においては、職業補導の施設、 宿舎の施設その他これらのものの福祉の増進を図るための施設を言う。とあり、福祉施設の種類、内容が示されている。具体的には以下の通りである。職業歩道以降の職業訓練の施設として以下の施設がある。失業保険法廃止後の雇用保険法においては、これらの施設は雇用保険事業の能力開発事業として規定され。 2011年10月現在、独立行政法人口令、障害、求職者雇用支援機構により設置、運営されている、職業訓練指導員養成のための施設。1961年4月に、労働福祉事業団が設置、同年7月に雇用促進事業団に、移管。1965年2月に、職業訓練大学校に、改称。 2009年4月現在の職業、能力開発総合大学校。職業報道のための施設。1953年に政府が設置し、都道府県が運営を開始。1957年に労働福祉事業団に移管。1958年に総合職業訓練所に改称1961年7月に雇用促進事業団に移管。 1969年に高等、職業訓練校に、改唱、2009年4月現在の職業能力、開発促進センター、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、宿泊の施設として、以下の施設がある。当初、都道府県が運営し、1957年に、労働福祉事業団に、移管、1961年に、 雇用促進事業団に移管。当初は労働福祉事業団が運営し、1961年に雇用促進事業団に移管。その他の施設として以下の施設がある。労働福祉館とは、日雇い労働者の生活向上、就職の促進、福祉の増進を図るために、簡易食堂、利用室、売店等を併設した保育施設である。 一般家庭の用事も引き受ける。当初は労働福祉事業団が運営し、1961年に雇用促進事業団に移管された。雇用促進事業団は運営を県に委託し、県は財団法人費やい労働者援護会に再委託した。1953年以降、身体障害者公共職業補導所に併設された施設で作業訓練を行って、 職業の安定を図るものである。ありがとうございます。